ポンプの技術的な名称について説明します。メジャースケールとマイナースケールで、おそらくすでにメジャースケールとマイナースケールの形成方法を知っていると思いますが、わからない場合は、スケールについての他のビデオを参照してください。スケールの順序。ここには G メジャースケールがあります。おそらく各音符には、スケールの最初の音符の上に数字があることをご存知かもしれません。1番目の音符を1度、2番目の音符を2度、3番目の音符を3度、4番目の音符を4度、5番目の音符を5度と、オクターブまで続きます。オクターブは8で表されます。スケールを加工すると、逆の順序になります。したがって、G メジャースケールの A は、常にスケールの2番目の音符になります。スケールが上昇しているか下降しているかに関わらずです。ただし、各音符には技術的な名称もあります。技術的な名称。これらは恣意的に思えるかもしれませんが、これらは生徒や音楽家、特に作曲家が各音符の機能を理解するのに役立ちます。もし各技術的な名称を知りたいだけなら、ここにすべてリストされています。もし音楽理論の試験を受けるつもりなら、これらを覚えることが重要ですが、ここで動画を終了する代わりに、私は生徒がなぜ各音符がそのように呼ばれるのかを理解することが重要だと考えています。これにより、どの音符がどれかを理解するだけでなく、将来の音楽の学習にも役立つかもしれません。したがって、私は一つずつ各技術的な名称を探求していきます。主音、トニック、任意の超音階や単音階の最初の音符は、主音、トニックと呼ばれます。これは、音楽理論の試験を勉強している人にとっては驚きではないかもしれません。初級の段階で、主音トライアドを根音形式で作成するよう求められることがあります。つまり、スケールの最初の音符をキーにした3つの音からなるトライアドです。また、最初の音符をキーノートと呼ぶこともあるかもしれませんが、これは正しい表現ですが、それはその技術的な名称ではありません。主音、トニックという用語を使用するのが正しい名前です。スーパートニック、スーパートニックは、素晴らしい音符や非常に良い音符という意味での、スーパーではありません。スーパーは、ラテン語の単語に基づいており、上または後という意味があります。したがって、スーパートニックは主音、トニックの次の音符を意味します。ここでは一時的に進んで話を進めますが、後で3度音、中音に戻ってきます。サブドミナント任意の超音階や単音階の4番目の音符は、サブドミナントと呼ばれ、しばしばそれが従属的またはドミナントよりも低いためと考えられています。もしこれが技術的な名称を覚えるのに役立つなら、それは構わないですが、それがなぜこの音符がサブドミナントと呼ばれるのかの真の理由ではありません。真の理由は、ドミナントが主音、トニックの上にあるのと同じ距離で、サブドミナントが主音、トニックの下にあるからです。ドミナント5番目の音符、ドミナントは、主音、トニックとの強力な関係性からその名前が付けられています。この関係性については何時間も話すことができますが、おそらくまだ全てをカバーすることはできないでしょう。知っておく必要があることは、この5番目の音符はしばしば曲のハーモニーを支配することがあり、非常に力強い音符であり、ピアノを演奏する人であれば、ドミナント音符を頻繁に使用していることでしょう。したがって、5番目の音符はドミナントです。後で6番目の音符、サブメディアンに戻ります。先導音、リーディングトーン、音階の7番目の音符はリーディングトーンと呼ばれ、しばしば旋律を主音に導く役割を果たします。これは、リーディングトーンの後に旋律が半音上昇することが非常に一般的であることを意味します。ルールであるわけではありませんが、一般的で正しい感覚があります。7番目の音符の使用によって、リスナーは次に半音上昇した主音が来ると思い込むようになります。ここでの音階を見ると、先導音は F シャープです。これが G メジャーの旋律で使用される場合、半音上昇するとスケールの主音である G になります。中音、メディアン、オッケー、あと2つの音符、3番目と6番目が残っています。メジャーやマイナーのどの音階でも、3番目の音符である中音はラテン語にそのルーツを持っています。大まかに訳すと、中間、という意味です。おそらくあなたは、この音符が音階の中間にあるわけではないと思っているでしょう。それは正しいです。しかし、この音符は主音とドミナントの仲間に位置しています。私が言ったように、ドミナントは重要な音符ですが、3番目の音符の名前を覚えるのに私たちにとっても非常に役立ちます。中音は主音とドミナントの仲間に位置しています。サブメディアン6番目の音符、またはサブメディアンは多くの生徒にとって混乱を引き起こす要素です。先ほどサブドミナントの例を挙げましたが、それはドミナントが主音の上にある距離と同じくらい、サブメディアンについても同様の計算方法を使います。サブメディアンは、中音が主音の上にある距離、3度と同じくらい、主音の下にある距離です。まとめ、もし音楽理論の試験を受ける予定なら、これらの技術用語を学んで覚えることは本当に重要です。
もし将来音楽を学ぶ予定があるなら、それらの名前がなぜそう呼ばれるのかを覚えておくことも価値があります。この短いビデオが役立つことを願っています。ご視聴いただきありがとうございました。